私の方から2点申し上げますまず1点目は、昨日、小沢民主党幹事長に対する、事件に対する検察審査会の議決が出されました。ここで指摘されていることは、直接証拠、状況証拠に基づいて、共謀共同正犯の推認が可能だと、言い切っているという点、これは重く見なければなりません。 11名のメンバー全員の一致した意見であったということであります。ですから、この点については、検察の判断に対して、厳しい評価がなされたことでありますから、捜査のやり直しをするということが求められると思います。それと同時に小沢幹事長自身 こういった判断に対する自分自身の自発的な説明責任を尽くす努力が求められると思います。昨日、政倫審で自発的に意見を述べる、説明をするということも一つの方法であるとこう述べました、それらも含めて、その自発的な努力を促したいと思います。 それともう一点、この検察審査会で指摘されていることは、秘書がやったことだからという政治家の言い逃れを許すべきではないと、こういうコメントも出されております。これは鳩山さんの審査会の議決でも指摘されている共通の問題意識でありまして、ここに政治家の監督責任を強化する政治資金規正法の改正。 を行う立法事実が存在すると私たちは、認識をいたしておりますぜひともこの2つの検察審査会の構成員が異なる合議体で共通のこの秘書はあがえったことだから知らないという政治家の言い逃れを許さない制度づくり。 これを指摘されたわけでありますので、ぜひとも我が党の提案をした監督責任強化の政治資金規正法改正案を協議、議論の上え、成案を得るべきであると強く考えます。もう一点でありますが、普天間基地移設問題について、鳩山総理大臣は5月4日にも沖縄を訪問するとの報道がなされております。 えー、先般21日の党首討論で私は強くこのことを促しました、えー、総理が5月決着を目指しているというのであれば、就任以来、一度も行ってない沖縄に足を運んで、普天間基地の厳しい現実を直視して、えー、また沖縄県民の皆さんとも対話をして、その気持ちを受け止める、えー、こういう努力をまずやるべきであるということを申し上げました。 それらを受けての沖縄訪問であるとすればぜひこれは実現をしていただきたいと思いますその上で自ら掲げたその普天間の解決策というものを実現に向けて努力をし決着をつけていただきたいと思います私の方からは以上であります まあこれはその検察審査会の判断を受けての、民主党という政党に対しても、事情能力の発揮ということは求められているわけであります。それに対する一つの判断だとすれば、それに対する国民目線には、ややそぐわない判断であるという批判も免れないと思います。その攻めは民主党及び当事者が追わなななければならないと 私は考えておりますそれは国民目線をどうね、ご自身や民主党という政党が受け止めるべきかということを申し上げているわけであります我々はその 党の役職の話でありますから、それについて直接どうあるべしということは申し上げません、えただその結果として、えー、国民からどのような判断を受けるか、まあ、その責めは挙げて、民主党およびその当事者にあるということを申し上げているわけでありますあ関連してなんですけれども、はい、の幹事会で、審査、はい、会で、については、していただいますか。はい これは昨日、私はあの皆さんのお求めに応じて、一通りのコメントを出しましたから、あえてえ重ねることは申し上げなくてもよかったと思ったわけであります、それ,それで鳩山さんの件については私は沖縄に行っているときに、その不起訴相当という判断についてのみ言及をいたしましたので、 その鳩山さんの方の検察審査会の議決の内容、これを確認しましたから、それについての私の考え方というものを、今朝の機会にあえて申し上げたということでありますあ普天間の方なんですけれども、はい。は沖縄の方へということをあわて、さんとありまして。はい この徳之島を本当に政府として、えー、真剣に検討するというのであれば、徳田さんという方に合う必然性、その意味、説明というものは十分になされていないと思います、やはり住民の代表である行政のしかるべき立場の方、例えば各町の町長さんでありますとかね。 そういう方々とまずお会いになるというのが、あるべき順序であろうかなと、こうも考えます。いずれにしても、総理が初めて会った徳之島の当事者が、徳田さんであるということについては、その見識について、首をかしげざるを得ないと、こういうふうに思っております。 あの以前から申し上げてますのは、やはり2大政党に飽き足らない民が増えている、これを受け止めようとする政治の側の試み、努力の一環ということで、えー、数多くの新党が生まれていると思います。えー、ただここからはですね その二大政党に飽き足らない民意を受け,受け止めて、その国民の皆さんの意思をね、どう実現するかということが問われてくることだろうと思います。その点で、われわれ公明党とその新党との目標の違い、えー、あるいは活動の基盤の違いということは主張したいと、このように思っております。 我がが党の党政拡大ににもつながってていいいくという,ふうに確信をいたしております、えー、特に新しい党は、ほとんどの党が政界再編を目標に掲げていらっしゃるわけですね、えー、これは、まあ、再編になった暁には消えてなくなるという意味で、自らに賞味期限を課している、過渡的な性格を持った政党と自ら位置づけているというところが特徴であります。 しかし、国民の皆さんからすれば、なぜ政界再編なのか、再編をして何をやるのかということが、まだ必ずしも明確になっていないと思われます。えー、我々公明党は、政界再編、それ自体を目的にするものではありません。むしろ、この二大政党に飽き足らない、えー、その民意というものが、今あ、どういう政策、あるいは政治の姿を求めているのかと,ということを率直につかむ必要がある。 その点で公明党は、この国政だけの理合衆参ではなくて、地方議会にも根を張った縦の構造もあると、その国政、都道府県政、市区町村政という縦の構造と、それぞれの都道府県市町村同士の横のネットワーク、これらの総合的なチーム力が国民の皆さんの本当のニーズをつかむ力があると。 それが欠けている政党には限界があると、その違いというものを私たちはよく説明もし、訴えもしていきたいと思っておりますはいじゃあ終わります。ありがとうございました